3時になりましたので、始めたいと思います。今回でですね、今回の越境する日本型教育の歴史的、多角的理解に向けて、このレクチャーシリーズの第3回目に今回なります。今回、130名ぐらいの方にご登録いただいているみたいで、前回からどんどん参加者の方が増えてきていて、こちらもすごくやりがいがある感じなんですけれども。今までの2回の講演の流れをですね、今回ちょっと若干踏まえまして、今回3回目の駒込剛先生の講演を、その流れの中にちょっと位置づけるような作業を、最初の5分ぐらいで私の方でやらせていただいて、その後で駒込先生のご紹介をして、講演をいただくと。その後で、最後に、質疑応答の時間が、まあ、2、30分、取ってありますので、そういった流れで今日進行していきます。まず第1回目の、7月の後半にですね、シアトル大学のボゼル校、ミラ、島袋さんに、内に秘めた私、日系収容所で書かれた日記に見る、習字語としての我慢というタイトルで、お話をいただきました。強制収容所を経験した、日系アメリカ人が残した手記、日記を、分析することで、習字語としてのですね、我慢、これ英語で GAMAN って書くんですけども、我慢の概念と、それと各行為の意味について、そしてその後のですね、日系人の政治運動との関連でお話しいただきました。そして第2回、これは8月の後半にあったんですけども、意図した断絶と意図せざる継承について、1945年の台湾と朝鮮における学校文書から、というタイトルで、日浦聡子さん、国立歴史民族博物館の先生にお話をいただきました。物品管理とかですね、行事の記録である学校誌、この学校誌っていうのは雑誌の誌の方ですけども、学校誌、これは植民地統治下において、台湾と朝鮮の学校に導入されたわけですが、この実践が1945年の解放以降も、まあ、長らく継続された、でというお話でした。この2つの事例に、日本型教育、まあ、レクチャーシリーズのタイトルとしては、これ日本型教育の海外展開っていうのが絡んできますんで、まあ、そこを中心に話をしたいんですけども、この2つの事例に日本型教育の要素を見出すとすれば、まあ、それが果たした役割っていうのは非常に対照的だったと思います。まず我慢という概念や日記を記す、強制収容所の中で日記を記すという行為を、まあ、日本的なものとすれば、それは強制収容所というですね、極限の状態で日系人の生き残り、サバイバルのためのリソースとなり、そしてその後のですね、80年代の名誉回復運動へとつながりました。つまり日本型と言われるもの、日本型教育というものが、人種差別に対抗する運動を支えたということができます。一方で、植民地時代の朝鮮、韓国においては、人種差別を実施する側の国家組織の延長として、日本型教育と言われるものは機能したわけです。まあ、ある意味、両極端とも言える状況ですが、一つ共通する点も浮かび上がったような気がしました。それは、核という行為、それとアイデンティティの問題です。日系移民たちは我慢という概念を通じて、現状への憤りと将来への希望を表現していました。それは同時に、同じ苦しみを共有する同胞との一体感を確認するという行為でもありました。同様に、日浦さんの講演でも、日本の植民地化からの解放後の台湾と朝鮮において、学校史を記すという習慣が、まあ、しばらく継続された、長い間継続されたというお話がありました。植民地統制という目的から生まれたのが学校記録の実践でしたが、解放後は自分たちの学校の足跡を記録するという、学校のアイデンティティを構築、再構築する行為として新たな意味付けがなされたと、私は個人的に理解しました。まあ、いずれの場合にせよですね、核という行為が集団的アイデンティティの形成と創出と深く関わっているという点が非常に印象的でした。そして今回の講演は、書き方指導として非常にユニークで、まあ、ある意味日本的な教育実践である生活綴り方教育がテーマになります。これは戦前の1920年、30年代に日本全国、とりわけ農村部
において広まった書き方指導の教育実践で、それが戦後50年代に復興して、本日駒込先生にお話をいただく平凡社の世界の子どものシリーズへとつながっていきます。子どもたちに生活の日常を、まあ、ありのままに描写させることで書き方指導を行う生活筋型実践ですが、これは書き方の指導にとどまらず、ある意味自分の置かれた状況をよりマクロな視点から理解しようとする社会批評の眼差しを子どもたちに育む実践と言えるかと思います。また同時にそれは書くという行為を通じて、同じような生活環境にいる教室内の、地域内の、国内の、または世界中の子どもたちと経験を共有することで、新たな自己意識を獲得する、まあ、アイデンティティにまつわる行為だったと言えるのかもしれません。さて、本日の ご講演をいただく駒込武先生ですが、本学教育学研究科の教育史の教授です。台湾における日本の植民地教育を専門とされていますが、その他にも植民地、帝国史に関する著作を多く出されています。最近の代表的な著作は、今回の発表の中心となる生活綴り方で編む戦後史、冷戦と越境の1950年代、これ岩波書店から出版されていますが、それと5年前に発表された世界史の中の台湾植民地支配、台南長老中学からの史座、これも岩波書店ですけども、こういった著作があります。非常に日本的ともいえる生活綴り方の実践が、世界の子どもプロジェクトという越境の経験を経て、その実践の意味がどのように洗練され、またさらなる変貌へとつながったのでしょうか。それでは駒込先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、駒込です、今日はよろしくお願いします。今日はですね、世界に羽ばたく生活綴り方、世界の子どもに見る翻訳の問題というタイトルでお話をさせていただきます。このタイトルで用いている生活綴り方とは、日本の民間教育運動の中で重要視されたある種のタイプの作文を指します。それが一体どのような作文であるのか、そしてなぜこの今日のタイトル、世界に羽ばたく生活綴り方にわざわざクエスチョンマークをつけているのか、この点については、今日のお話の中で明らかにしていきたいと思います。まずはじめにお断りしておきたいことがあります。今日これからお話しする内容は、この生活綴り方で編む戦後史という本をベースにしています。左側に執筆者の一覧がありますが、この本は私の大学院演習への参加者を中心として15名で行った共同研究の成果です。資料の収集、整理、読解、すべて共同作業として行ったものです。ですが、今日はその共同作業の成果を、あたかも私一人の研究成果であるかのように装ってお話しすることになる点をお断りしておきます。なお、右下に書いてありますが、この本は現在絶賛発売中、定価は4900円でございます。ちょっと高いです。今日の報告は、まず、世界の子どもはどのような本か、その概要を確認した上で、フランス編に掲載された作文の例に即して、この本の狙いを明確化します。右側に出ている画像はこのフランス編の表紙です。その上で、どのような作文が生活綴り方的とみなされたのか、フランスとイギリスと中国と台湾から作文を収集する過程に立ち戻りながら検討します。その過程で翻訳という問題が浮かび上がるはずです。しかも、ここで考えたいのは個々の作文の翻訳ではありません。生活綴り方という概念、それ自体がどのように翻訳されたのかという問題を、改めてその編集する過程に即して、考えてみたいというふうに思います。
あの生活づり方っていうと、まあ、日本だと、ああいう作文だよねという漠然としたイメージが共有されているわけですが、例えばフランスや中国から作文を集めるときに、どんな作文かというのを改めてフランス語や英語や中国語で説明しなきゃいけなくなったわけですね。だからそこに翻訳という問題が立ち現れてくるわけです。まず世界の子どもはどのような本か基本的なことを確認しておきます。図全15巻の中には日本編もあります。ここに挙げたのは、まあ、日本編に挿入された、挿絵です。まあ、パッと見た印象ですね。デフォルメされた、まあ、奇怪なコラージュという感じを漂わせています。拡大してみるとわかるんですが、こう、富士山、真ん中にある目立つのは富士山かなと思ったら、富士山は、右下に小さくあるだけで、この真ん中にあるのは、山からおそらく、材木を切り出して、運んでいる姿です。この世界の子どもという本は、小学校、中学校の社会科地理、副教材、児童向け読み物として作られました。平凡社、今もある出版社ですが、平凡社の編集部が世界各地の子どもたちの作文を収集し、翻訳し、編集して刊行しました。で、この試みは、日本各地の子どもの作文を集めた、綴り方付読全9巻の、続編です。その全15巻を1955年から57年にかけて刊行しました。その15巻の一覧をここに示しましたが、日本社会ではこうともすれば、軽視されがちな、アフリカ編とかラテンアメリカとかを含めて、文字通り、世界全体をカバーしようとしていたことがわかります。私たちの共同研究では、まあ、共同研究参加者が読める言語の問題という問題もあって、主に第3巻中国朝鮮編と第9巻西ヨーロッパ編の1フランス編を分析の対象としました。右側の写真の人物は編集長だった吉田久曽穂さんという方です。今日これからの報告で用いる資料は、ほとんどすべてこの吉田氏が半世紀以上にわたって個人として所蔵してきたものを研究会のメンバーである須永さんがご遺族から譲り受けて預かったものです。段ボールで30箱ぐらいになるので、かなり、膨大な量の、資料となります。この世界の子どもという企画は、生活づり型運動とエスペラント運動と平和運動の接点で、作られました。生活づり型運動を象徴するのは成田中宮と国分一太郎です。成田は戦前に秋田で北方教育社を立ち上げた人物。国分はその北方教育者の活動に参加しながら、戦後生活づり方運動の牽引者となった人物です。この右側の写真で、この人物が先ほども出てきた吉田久曽穂、国分一太郎、後ろにいるのは国分一太郎のパートナーの方と娘さん、息子さん。この人は、山彦学校の編者で有名な無着生協です。こうした、生活づり方運動の関係者の他に、著名なエスペランティストも平凡社の嘱託として、海外の通信事務に従事しました。その他に平凡社の社長である下中弥三郎は、1950年代の日本の平和運動を象徴する人物でもありました。
まあ、こうした生活づり方運動の関係者、エスペラント運動の関係者、平和運動の関係者が、まあ、相互につながる中で、この世界の子どもという、企画が立ち上げられたわけです。この画像は、平凡社の編集部が、国内の協力者向けに発行した、国内ニュースの、画像です。その第2号、右側の画像ですが、で、成田中教は、世界の子どもを出版する意図についてこういうふうに書いています。日本の世界に誇りうる、ただ一つのものと言われる、生活づり方教育の広く世界に知られる契機となることを目指しているんだ。生活づり方は日本の世界に誇りうる、ただ一つのもの。まあ、本当にそこまで言えるのかなとは思うかもしれないけど、少なくとも当事者として、まあ、そうしたプライドと使命感のようなものを持ってこの企画に取り組んだということがわかります。左側の画像は別の国内ニュースですが、まあ、そこには世界に広がる日本の作文運動という見出しが付けられています。つまりこの企画は単に世界中の子どもの作文を集めるというだけではなく、日本独特の作文教育を世界に広めていくんだ、そういう意図を持っていたことがわかります。それでは、まず、フランス編の中を覗いてみたいと思います。フランス編は全15巻の中で最初に刊行されたものです。例えばその中にはこうしたページがあります。これはフランスの子どもたちの作った版画を用いて、村のおばさん、町のおじさんというイメージを構成したものです。それぞれの版画を作った子どもの名前や年齢も記されています。左上の赤い囲みにはこのように書いてあります。僕と妹が干し草を積んだ車の上から見渡すと、フランスのあちこちで働いているおじさんやおばさんの姿が見えます。人が働く姿を重視していたことがわかります。たくさんの作文が、載せられているわけですが、その中で一つの作文を、読んでみたいと思います。アンドレ・ゲイという13歳の少年による野菜作りという作文です。赤い囲みのところを読みます。こうして手にかけた野菜を朝の4時ごろに起きて市場へ売りに行きます。だがどうでしょう。ほとんど売れないんだよ。ちっとばかり売れたやつは叩き値だ。アホらしい。お父さんはがっかりしたようにこう言って散水機に口金をつけて畑へ行きます。畑の土が乾いていて水をやらなければならないのです。このトマトだってとてもいいトマトなんだがな、それが市場にあふれて嫌がるんだ。やけくそのようにこう言って水をかけます。セロリの注文がありました。お父さんは喜びました。とても楽しそうです。でも肥料代は払わなければいけないし、それに電気代、殺虫具代、井戸が水枯れで困っているから掘り返さなくてはならない。まだあります。ガラス屋根は修繕しなければならないし、機械屋も勘定をしなければなりません。一体何を作ったら引き合うんだとブツブツお父さんは言いました。アンドレ・ルワール県サンジェヌーフコと書いてありますが、これでおしまいです。一つ、この作文について、確認しておきたいこと、多くの作文に、共通する特徴はハッピーエンドではないということです。こうすればよいという明暗や、こうしようという決意が
示されているわけではありません。おそらく日本だけかな、世界の他の国もどうか分かんないけど、日本の子供だった人も作文を書かされてきたと思いますが、大体こう社会問題を取り上げると最後は、僕は絶対この世の中を何とかしたいと思いますみたいな、本当に思ってなくても決意表明みたいな感じでこう終わらせないと収まりがつかないような感じが、多分書く方にもそれを読む教師の方にもあると思います。でもこれはお父さんは言いましたで終わっているわけです。で、また後で話しますが、こうした形で深刻な問い、特に労働に関わる深刻な問いを取り上げながら、解決のないままに問いとして投げ出している点というのも、いわば生活綴り方的な作文の一つの重要な特徴となります。先ほどの作文の後にすぐ別な作文が続いたように、一つ一つの作文にコメントや解説が付けられているわけではありません。ただし、グラフや図解によって個々の出来事の背後にある社会的文脈を補足しています。例えばこの左側のグラフでは、工場労働者の賃金と農業労働者の賃金が大きく違うことを示しています。右下の囲い込みの赤い囲みのところにはこのように書いています。1953年8月、12万人の南フランスのブドウ作りの農家は、ブドウの 40% の値下がりと、硫黄の2倍の値上がりに困って、道にバリケードを築き、ブドウの運び出しを拒んだりした。と、まあ、このように書いてあります。硫黄というのは肥料ですね。私もちょっと畑、野菜作りとか実はしているんですが、確かこれは、土を酸性にするのに必要な肥料だったと思います。で、こうした肥料を買うためには現金が必要である。でも野菜とか果物はどんなに作っても安い値段でしか売れない。まあ、そういうジレンマがあったわけです。先ほどの野菜作りという作文には、肥料代に困っているという話がありましたが、この図解の説明では、肥料代に関わる状況が、いわば客観的な事実として示されています。ですが、全体としてこの作文と図解が1対1の関係で示されているわけではありません。作文は作文としてだけ読むことも可能だし、図解は図解としてだけ読むことも可能な、そうした仕組みとなっています。京都市立上鳥羽小学校の子どもたちが、フランス編を読んで記した感想文があります。まあ、こうしたものが残っていたというのは、先ほどの編集長吉田久曽が非常にまあ大切に閉じて、保存しておいたものです。この感想文では、フランスとは金持ちばかりが住んでいると思ったのに大間違いだったと書いています。生活綴り方運動では概念砕きという言葉で固定観念やステレオタイプなイメージを揺り動かすことを重視していましたが、ここでは言えば、フランスに関わるステレオタイプなイメージが砕かれているとも言えます。もう一つの、感想の例です。この感想文では、はっきりと、先ほどの野菜作りへの感想を書いています。一番最後のところ、まあ途中、まずちょっと最初のところを読むと、フランスの野菜作りのところを先生に読んでもらった。日本と同じで野菜は安かった。
朝早く起きて市場へ行っている、僕の家でも行っている、まあそんな風にやっぱ人ごとではない、結構似てるよなと思いながら読んでるわけです。でその最後の赤い囲みのところですが、アンドリゲイのお父さんがアホらしいとつぶやいて売られる、でももし高く売れたらどんな顔をされるだろうと思った、僕のお父さんは野菜が高く売れたとき笑ってまぶたにシワをつけられる、アンドリゲイさんのお父さんの顔はどうだろうなと思ったと書いています。ここで大切なポイントは、この子供がフランス人一般ではなく、アンドレ・ゲイさんという固有名詞でフランスに実在する子供への共感を表明していることです。実際、この生活づり方のこの作文の文集を読んで、子供同士の間で文通をしようといった動きも起きています。世界の子供の編集委員だった国分寺太郎は、このように架空の子供ではなく、実在する子供の作文によって、世界の子供という本を編集することの意義をこのように書いています。外国にはジョンという子、イワンという子、トムという子、アンネという子、エンリコという子、リという子などがいて、私たち日本の子供と同じように命を持ち、心を持ち、よく見る目を持ち、よく考える頭を持ち、よく感ずる胸を持ち、そして生きること、よく生きること、美しく生きることを共通の願いとして持ち続けていること。そのために自然の中で遊び、自然と戦い、人間同士の中に生き、人間の悪や嘘や醜さと戦い、人間生活の善や真や美に感動してきたし、今もそうしていることをありのままに知らせるためです。そのためには、架空のフランス人だか、アルプスの少女、ハイジのハイジとか、なんとなく一般的にイメージするんじゃなくて、本当に実際に生きている子供と接することが大事なのだ。ではどうしてこれが大切なのでしょうか。言わなくてもわかることで、人類愛とか国際友好の精神を土台のところから固めるためです。一番小さいことから一番大きい夢、人類の平和を求めさせるような教育をするためです。このように書いています。生きることと書いた後に、さらによく生きること、美しく生きることと畳みかけるように書きながら、これを人類共通の願いとして持ち続けていること。まあ、そのように書いたくだりなどは、なぜ平和教育のために生活綴り方という手法が重要なのか。なぜ仲良くしましょうとか、こういう原因で戦争が起こりましたというだけではダメなのかということをよく示しています。世界の子どもには実は、戦争経験に関わる作文も少なからず掲載されています。ただそれだけでなく、野菜作りのような作文を含めて世界各地の子どもが相互に生活を理解し共感するという意味で、それ全体が平和の実現に役立つものと意識されている点が重要なことです。さて、ここからが、後半に入ります。ここまで編集者の意図が、いわば編集者の考える通りに達成されたと思われる側面をピックアップしながら、世界の子どもの特徴と狙いについて確認してきました。ですが、よく読んでみると、しかも出来上がった本を見るだけじゃなくて、編集の過程まで見てみると、実は編集部と
世界各国の協力者の間に様々な行き違いや対立があったことがわかります。行き違いの中心はどのような作文が生活する仕方的と言えるのかということでした。この今お見せしている画像は世界各地でこの企画に協力することを申し出てくれた協力者の人に宛てた、ニュースレターです。ここのタイトルに What kind of writings we want と書いています。どんな作文が欲しいのか、このようなタイトルの文章が書かれていること自体、いわば編集部の考えるような生活綴り方的な作文を集めることが決して簡単なことではなかったことを物語っています。これは国際ニュース第2号の、一部です。この文章のタイトルは We want documentary writings というふうになっています。その一部、英文で言えば赤線、赤い印をつけたところを日本語訳しました。私たちが欲しいと思っているのは子どもたち自身によるドキュメンタリー的な作文です。説明的な情報ではなく、子ども自身の手で書いた子どもたちの生活のリアリスティックな記録です。町や村における子どもたち自身の生活や両親の生活について、生活の中の風景や場所をはっきりと思い浮かべることができるように、見たまま、聞いたまま、感じたままを子どもたちに書かせてください。洗練された文学作品のようなものは期待していません。たとえ表現がどんなに未熟なものであったとしても、生活感に満ちたものを求めています。問題の核心はリアリズムです。今ちなみにこの日本語英文、日本語の文章は、ちょっと私が仮に翻訳したものです。ただやっぱり、翻訳って難しいなと思います。ドキュメンタリーライティングスと書いてあるのを、まあ、ドキュメンタリー的な作文ととりあえず訳しましたが、記録、まあ一般的にドキュメンタリー、記録資料的なと訳しますね。それを記録資料的な作文と訳していいのかと考えるととても微妙です。まあ、そういう意味でやはりこの、編集部が自分たちの考える生活づり方的な作文を英語で表現するということもとてもある種の難しい作業であったのだろうなと思われます。これは、今のようなやり取りを踏まえながら、平凡社編集部が編集会議用の資料の中でどのような議論をしていたかを示すものです。右側の画像はその編集会議の、議事録じゃないな、編集会議のために作られた資料の一部です。こうした編集会議のために作られた資料も、膨大に残されています。でここではじゃあどのように作文を書いてくれと頼むかとして、こういうふうに書いています。その土地の姿、産業のことなどを書かせようとすると、観光案内機か工場要欄、まるまる孫子のような説明文となりがちである。日々の生活体験を記してもらおう。これが頼んでやることの第一である。日記、それも詳しい日記、会話やスケッチの入った日記、自分の感想の加わった日記は最も望ましい素材となる。このように書いています。実際にアメリカの子どもの書いた日記を、例に挙げて、それを先ほどのニュースに載せて、こういうものが欲しいのだと書いたりもしています。確かに日記
というのは世界の多くの人が日記と言われれば、ああ、あれねって思い浮かべられるものだろうというふうに思います。ですが、この説明は別な疑問を呼び起こしたと思われます。日記はわかる。でも、なぜ日記のような作文が重要なのか。それから、日記を学校で書くというのはどのようなことなのか。さらに、日記を出版しちゃうわけです。こともあるわけですね。日記を出版するっていうのは、日記本来のあり方、性格から考えておかしいのではないか。つまり、日記といえばイメージは湧くかもしれないけど、なぜ日記的なものが大切なのか、なぜそれをあえて広くシェアしようとするのか、そのことについては疑問が当然浮かんできたと考えられます。それから編集部はですね、今のように日記と説明するほか、様々な形で中国語や英語になった生活綴り方的な作文の例を、世界各地の協力者に送りました。これは山美子学校という文集は、まあ、戦後日本における生活綴り方運動の復興を、象徴する文集でした。刊行してからわずか1年ぐらいのうちに10万部を超えるベストセラーになったと言われています。この一番左端がその日本語版ですが、真ん中、ちょっとこれは白黒しか手元になかったんですが、は中国語版です。表紙の絵が同じなので気づきにくいかもしれませんが、山彦の彦という字が漢字になっていて、山形県山本村中学校生徒の生活記録ののが中国語ののにあたる敵に変わり、山形県の前には日本がついています。右側はその英訳です。この英訳も1953年に出版されて、山美子学校は Echoes from a Mountain School というふうに翻訳されました。山美子学校の中で、この画像で言えば左下、一番左端の下半分のある江口浩一、母の死とその後という作文が、とても、有名です。最初のところちょっと読むと、僕の家は貧乏で、山本村の中でも一番ぐらい貧乏ですという、まあ、非常に率直な書き出しになっています。真ん中は中国語は、このそれの中国語版です。かなり、的確で丁寧な筑語訳となっています。一番右端はその英語訳です。この英語訳はかなり、まあ、異訳となっています。まあ、この中身には立ち入りませんが、1951年に山美子語学校が出て、まあ、すぐにこうした形で中国語版も英語版も出ている。そうした前例というか実績っていうのが、この世界の子どもというプロジェクトの重要な前提になったし、実際にこの中国語版、英語版は、私たちはこうした作文を求めているんだという例として、使われます。それから、これはエスペラントので、日本の作文を、翻訳した小冊子です。平凡社の、編集部が、綴り方不読という世界の子どもの前に作ったシリーズに掲載した作文13編をエスペラント訳して掲載しました。エスペラント大会というもので配布したほか、これも世界各地のエスペラントストに送付されました。このエスペラントの問題は、それはそれで非常にまあ面白い
市、共同研究のメンバーの一人須永さんは、これをきっかけにエスペラントを読みこなせるエスペラントストになった、という人もいます。でそのエスペラントの問題について、ここではそのエスペラントの精神をよく表しているなと思われる文章を引用しておきたいと思います。エスペラントは国際語ではなく民際語である。国境という堤防で分断された民衆同士が国境堤防に穴を開けて、そこから水が漏れるようになり、ついには堤防が崩れ出すようになる、まあ、そういうことを目指しているのがエスペラント運動だということです。で、この言葉はそのまま世界の子どもの狙いを表現したものと読むこともできると思います。さて、ここからですね、じゃあ、作文を集めようとした、まあ、世界各地から、まあ、どのような反応があったのだろうかという話に移りたいと思います。今述べたように、編集部は国際ニュースを作ったり、英語の山彦学校を使ったり、それから、エスペラントの小冊子を作ったりして作文を、集めました。ですが、編集部と世界各地の協力者のやり取りを見ていると、そこには様々な行き違いというものが、あったことがわかります。フランスからの反応をまず取り上げます。フランスにおける重要な現地協力者だったフロッサールという人物は、フレネ教育運動という、まあ、自由教育運動の担い手たる教師であり、エスペランティストであり、文学者、詩人でもありました。フロッサールから、平凡社編集部宛てに送った手紙を、平凡社編集部が日本語に翻訳したものがあります。このように書いています。子供の作文を集めていたときに、深刻な困難の一つになったのは、作文の社会的な性格についてのあなた方の考え方と、自由作文教師っていうのはフランスでフレネ教育運動に携わっている教師の考え方との食い違いでした。日本に送る作品を選び出すために、学校新聞に載っている数千の作文を読み直しますと、私はこんな夢を見たというような、子どもの夢の世界、想像の世界を扱った作文が圧倒的に多いのです。でも逆に、日本の子どもの作文には空想的な物語やコントやファンタジーがありません。クロサールは、まあ、このように、いや違う、求めているものがだいぶ違うというように書きます。でも続けてこのようにも書いています。私は綴り方不読と編集部からの手紙を丹念に見ていくうちに、このことを取り上げて、日本の子どもの作文には自発性や詩が欠けているというのは誤りであると思うようになりました。空想的な物語じゃないから自発性がないんじゃないか、詩がないんではないか、ファンタジーがないのではないかと思ったけど、それは誤りだと気づいた。その日本の子どもの作文の簡潔な鋭いリアリズムは、取りも直さず子どもらしい詩的な感覚に支えられているのです。というふうにフロッサールは、違和感を持ちながらも、ああこれは子どもの自発性を否定しているものではないのだ、詩的な感覚を否定しているのではないのだというふうに気づいたと書いています。ただしそれでもやっぱり戸惑いの思いが消えないというところもあるのでしょう。その後でこのように続けています。フランスの子どもの作文が社会的な性格を持っていないのは、あなた方の国とは違ったある種のタブーがフランスの学校にあるということの証明でもあります。1. フランスの学校が社会的政治的な問題について中立を守ることを要請されていること。
2、教師の社会的平和的な立場を取ることに対する気兼ね。3、宗教の影響。4、子どもの理解を超える問題に近づく前とする教師の懸念ということです。この、4点というのは、生活づり方運動というものを考えるときに、とても大切なポイントを、ついたものといえます。ただ、大切なポイントですが、つづり方教師が社会的政治的な中立性というのを無視していい、教師の政治的な立場を押し付けていいと考えていたわけでもありません。そのことについて言えば、そのことについてはまた後で時間があればご説明したいと思います。ちなみにフロッサールは、世界の子どもを企画をフランスの子どもたちに紹介するための雑誌も作っています。自分の編集している郊外という雑誌に、いわば世界の子ども特集、この右の、写真の中に世界の子どもの表紙が出てますが、世界の子ども特集として、まあ、その中に、世界の子どもシリーズの詳細を書き、でフランス編詳細ってのはフランスの子どものこんな作文が載せられたよ、それからフランス編の反応というのは日本の子どもはこんな感想を寄せているよというそういうのを載せています。先ほど、京都の上鳥羽小学校の子どもがフランスの子どもの作文を読んで書いた感想を紹介しましたが、その感想がまたフランスに伝えられてフランスの子どもたちの中で波紋を反応を呼び起こす、ある種はそうした対話的な関係がある程度できていたということがわかります。それから非常に興味深いのは、最後に生活の描写に関する日本の観点として、生活づり方運動がどのように成立したのかという、いわば生活づり方の教育史みたいなことが、短い文章ですが書いてあることです。もちろん、情報提供者は、平凡社編集部が情報を提供したんだと思います。その中でこうしたことが書いてあります。大正期の新教育運動の中でも最も徹底した自由教育を施行した池袋児童の村小学校が生活つづり方運動の発信源となる。そうしたことが、書いてあります。ご存知の方も多いと思いますが、池袋児童の村小学校というのは1924年、子どもたちは場所を選ぶ自由がある、子どもたちは時間を選ぶ自由がある、子どもたちは教師を選ぶ自由があるという徹底した自由教育の原則を掲げて出発した実験的な小学校でした。その学校はその後、子どもたちを自由にすると思ったら、勉強すると思ったら大間違いで、子どもたちが 1,2 年間遊び続ける中でどうしようみたいに教師が悩み、その中で新しい形の、教育、当時生活教育と言われましたが、を考えることになります。その中で生活綴り方というものが重視されるようになるわけですが、まあ、こうしたいわば教育史的な理解、というのも届けられることによって、必ずしも生活づり方の作文が子どもの自発性や自由と矛盾するものではないという理解に至ったのだと思われます。フランス編はいろいろな確執や対立がありながらも、最終的にはかなりの程度相互理解が、進んだ地域と言えます。イギリスからの反応というのはもっと、冷たい感じでした。やはり平凡社のニュースに書いてありますが、イギリスからたくさんの作品が送られてきたが、その作品には、このような特徴があると書いています。それはたくさんの子どもが同じテーマの作文を書いている、それから漠然とした大きすぎるテーマであること、
それぞれの例としてクリスマスやイギリスの子どもの生活ということを挙げています。それで率直にほとんど使えないというそうした、感想を編集部では漏らしています。で、これに対してイギリスの協力者から先ほどのフロッサールのような協力者がイギリスにもいたわけですが意見がなされています。まあ、ちょっと求められている作品を書くには特殊な才能が必要だよっていうのと、もう一つこのように書いています。イギリスの子どもは家庭生活を書くという習慣を持っていません。これは単に意見というよりは生活綴り方的なるものへの疑問を表すものと見ることもできるでしょう。平凡社編集部はこれに対して過去の歴史の上に近代的な個人意識の確立を持った国々にある程度共通してある問題なのでしょうということで、一面で驚きながらも一面で言われてみればなるほどなという、感覚を抱いていることがわかります。まあそうした意味で言えると生活売り方は、世界、特にこの場合はヨーロッパから作文を集めるにあたって、家庭生活のプライバシーという大きな問題に、直面したとも言えます。本日の報告のタイトルで世界に羽ばたく生活綴り方にクエスチョンマークをつけましたが、それはこのような側面を指しています。簡単にこう受け入れられてなるほどねと思われてそうした作文が送られてきたわけではない、むしろ生活づり方の発想への批判も批判にも直面することになったということです。次に、中国からの反応について、見たいというふうに思います。で、この中国からの反応は今のイギリスやフランスからの反応とは全く別次元の困難が待ち構えていました。編集部はまず山彦学校の中文版の翻訳者である人物に連絡を取りますが、この人物は基本的に、人民保衛児童全国委員会、まあ、子どもを守る会ですね、に連絡すべきだと言って、まあ、そちらに転送します。それからエスペランティストにも連絡を取りますが、やはり、別の団体に、転送されます。つまり個人と個人として作文を集めることが不可能であることが非常にこう早い段階でわかります。しかも人民保衛児童全国委員会も中国人民対外文化協会も一応民間団体というような位置づけでしたが、実質的には、政府あるいは中国共産党が、厳しく、まあ、統制している、そうした集まり、そうした団体でした。この真ん中の数値は、協力者の数を表しています。上から下に行くに従ってより深いレベルで協力した人を表しています。フランスの場合はとりあえず協力してくれた人が300人、その中で深いやり取りした人が80人ということですが、中国朝鮮編については10人ぐらいしかいません。右端は全15巻の中でエスペラントで作文を集めることができた 割合を示しています。イギリスはエスペラントでの作文が8割以上の作文がエスペラントで集められています。ところが中国、台湾、北朝鮮、南朝鮮は、エスペラントで一点も作文を、集められていません。そこには中国にも台湾にも、朝鮮半島にもエスペラントストがいたわけですが、いわばエスペラントで発信する自由というものが認められない政治的な状況というものがありました。
中国では、この企画の1年前には、エスペラントが、禁止されていたということもあります。で、こうした状況の中で、結局、官制の組織、まあ、事実上の政府機関が、平凡社に作文を送ってくるわけですが、平凡社は、それに対して、違うんだ、こういうんではないんだという手紙を繰り返し繰り返し送ります。この右側の写真はその編集部が、さっきの保栄児童全国委員会に、宛てた手紙の、下書きという下書きです。でこの2というところから訳しますが、私たちがすでに受け取った作品はすべて優秀であり、文章表現も巧みです。しかし、あなた方が選んだこれらの作品の中には、厳格な選択を経て送ってきたものが数多くあると感じざるを得ません。私たちは、文章表現上や構造上優秀な作品を必要とはしていません。その作文から子どもたちの生活経験が読み取れれば結構です。字は、くねくねしていてもいいし、断片的な作品でも構いません。という、このように、書いています。字は、くねくねっていうのは、くねくね中国語で書いてるわけですが、可以看出儿童们自己的生活眼睛就好些的很摇摇晃晃と、こう摇摇晃晃というのがこのくねくねでもいいんだという、まあそういう、意味です。まあこうした、形で中国に対して断片的でいいんだ、優秀作文でいいんだ、くねくねしていていいんだという反応を、手紙作文を寄せてほしいと書くわけですが、そうしたものはついに、まあ、送られてこなかったわけです。それでは、中国とも、まあ、深い関係のある台湾については、どうだったのか、ここでも簡単に、見ておきたいと思います。ここに挙げた資料は、台湾の作品集めについてのお願いというものです。作品集めについてのお願いというのは、台湾に限らず、世界の各地から作文を集めるときに、平凡社がこんなところに着目して、こんな作文が欲しいんだ。そうしたことを書いたものです。二つ目の赤い四角のところを読みますが、国民政府、まあ、中国大陸で国境内戦に敗れて、台湾に、移動した国民政府、まあ、蒋介石の率いる国民政府は、産業の開発と輸出の増加に力を注いでいるが、かつて日本が自分たちの利益のために作った植民地の仕組みはそのまま改められず、島民は相変わらず苦しい生活を続けなくてはならない状態である。こうしたふうに書いています。最初に高山先生からご紹介いただきましたが、私は台湾の歴史を研究しているだけに、この文章を読んだときにおおって思いました。というのは、多くの日本の人が台湾が植民地だったことは知っているけど、まあ、その50年代当時においても、あるいは今においても、日本の植民地支配から解放された後、台湾がどうなったのかということには、もうほとんど関心を持たないわけですね。で、その中で日本の植民地支配の責任を問い、さらに実は戦後も台湾が植民地の仕組みのもとにあったという認識は、全体として言えば日本社会において、まあ、極めて、まあ、稀なものだったとも言えます。まあ、左側の方にちょっと書きましたが、まあ、戦前戦後を超えて継続する植民地主義への着眼というものが、この作品集め、
の、なんだ、ポイントを示した資料では書かれているわけです。ところが、そうした作文は一切集まりませんでした。編集部の会議の議事録のようなものが残っています。その中ではこんな会話がなされています。台湾は危ないからなかなか人に手紙を出せない。人の話では個人的に手紙を出せないのではないかということである。つまり、台湾において、例えば日本人からの手紙を台湾人が受け取った、それだけでも結構危ない事態なのではないかということです。それ実際当時の台湾は、文字通りの恐怖政治、戒厳令の下で、ろくな裁判もせずに死刑にするということが当たり前のように行われていたので、この観測は決して誇張でも間違いでもありません。ただ、まあ、非常に印象的というか、台湾の歴史を研究しているものとして残念に思えるのは、こうした認識のもとでもすぐに民間のルートでの作文の収集を断念します。そして台湾の政府、行政機関を通じて作文を集めることにします。そうすると当然ですが、反共復国、中国共産党を倒して中国大陸を取り戻すんだというイデオロギーに満ちた作文がもう多くなるわけです。日本の植民地支配の経験に関わる記述はほとんど全くと言っていいほどありません。戦後台湾を統治した、中国国民党は台湾人、多くの台湾人が日本の支配を受けて、例えば日本語でしか読み書きをできないことを、まあ、すごくネガティブに評価していました。そうした中で中国の人々とは異なる台湾の人々に独自な経験を書くことはもちろん、語ることも危険な、そうした状況があったと考えられます。まあ、今の点をもう少し整理して言うと、台湾の国語は日本の敗戦を契機として、日本語から中国語に転換しました。しかし、日本植民地支配下に生まれ育った台湾人の多くは、日本語の読み書きができても、中国語の読み書きはできませんでした。台湾のことを知らないと、いや、台湾語と中国語っていうのはもう似てるんじゃないのと思うかもしれませんが、全く、発音や語彙という点では全く異なる言葉というぐらいの、まあ、違いというものがあります。ではその台湾語の対応した読み書きシステムというのはまだできていない。ですから台湾の子どもが自分たちの経験を書くためには、まあ、台湾語から中国語へと、まあ、密かな翻訳をすることが必要だったとも言えます。で、皮肉なことに台湾の人々は依然として戦後も植民地的状況に置かれていたからこそ、政治的にも文化的にも植民地的状況を書き表すことが困難であるというディレンマの中にあったとも言えます。中国内モンゴル自治区のモンゴル人や日本の在日朝鮮人についても世界の子どもに作文は載っているんですが、モンゴル人は中国語で、在日朝鮮人は日本語で作文を寄せています。実は日本語で在日朝鮮人が書くということの中に、まあ、もう一つの翻訳があるはずであるにもかかわらず、まあ、この企画は、まあ、そこまでは、アンテナが届いていない企画だったと言えます。このように台湾から集められた作文には、生活綴り方で的であるかどうかという以前に、そもそも政治的に自由がなく、そもそも中国語で書き表すことが困難という状況があったために、なかなかこう生活経験がにじみ出ているとは言い難い側面もありました。ただし、子どもたちの描いた絵が、絵を描いた子どもの名前や学校とともに、記されています。
まあ、例えばこれは、子供をおんぶしながら屋台を切り盛りしている女性の絵ですが、まあ、こうした絵の中に、台湾の普通の人々の日常生活がにじみ出ているとも言えます。まとめに入ります。生活づり方というのは概念砕きを重視していました。ですが、世界の子どもというプロジェクトは皮肉なことに、この生活づり方という概念そのものの概念砕きを必要としたように思います。途中でもお話しましたように、日本社会の中では生活づり方といえば、あれねみたいなイメージがあったけど、そうではない、そうした文脈を共有していない人の中に説明する中で、そもそも生活づり方って何だろうと改めてその意味の核のようなものを考え直すことを迫られたわけです。で、そうした過程を通じて、これまで見過ごされてきた、見過ごされがちだったいくつかの、特徴が浮かび上がったと思います。3点しておきます。一つは、作文のテーマ設定を確率的ではなく自由にすることが前提条件だということです。さらにその前提として表現の自由というものがあるということです。もちろん労働場面を書くことが望ましいとか、そういう点で言えばざっくりとしたテーマ設定というのはあるわけですが、その中で自由に子どもたちがこう題材というのを選んでいく、まあ、そういう自由があるというのが、まあ、大前提であるということです。二つ目は、詩的領域について書かれた作文、日記を編集して出版するというディレンマを抱え込んでいたということです。詩的流、例えば、山美子学校において、無着生協が子どもたちの書いた作文を出版していったわけですが、それは一面において詩的領域に踏み込む、まあ、教育的な暴力という側面を持っているということもできます。ですが、同時に詩的領域に封鎖された問題を公的領域にせり上げる方法を示しているということもできます。そのまあ両方であるということもできます。フェミニズムの合言葉に The personal is political という言葉がありますが、例えば非常に貧しいうちにおいてその貧しさを表現するっていうのは恥ずかしいことだという観念がまあ非常に強くあったわけですが、その恥ずかしいことの中にこそ実はポリティカルな問題がある、そうした、側面もあるわけです。そして、まあ、この世界の子どものプロジェクトというのは、生活づり方というものが常にこの両側面を持っている、まあ、そうしたことを示していると思います。それから、詩的な感覚に支えられたリアリズム、詩的な感覚とリアリズムを対立的なものとして捉えるのでなく、詩的な感覚に支えられたリアリズムというディレンマ、これもある種のディレンマ、まあ、それを自覚的に追求したのが生活づり方であったとも言えると思います。ちなみに、成田中級は山のように集まってくる子どもの作品を丹念に読んでいくと、その土地の姿、社会機構、そして喜び、悲しみが即々と胸を打ってきます。このように書いています。社会機構について学ぶことと喜び、悲しみが即々と胸を打つというのは、何かこう別のことであるし、別のことであるべきだというのが一般的な理解だとして、むしろそうではない可能性を自覚的に追求しようとしたのが生活づり方であったといえます。今お話ししたことを翻訳をキーワードとしてまとめると、次のようになります。翻訳とは、酒井直樹さんの指摘するように、複数の言語統一体との間の透明な橋渡しのようなことではなく、多分に失敗を運命づけられた伝達の試みであったといえます。さらには、実は書くことそのものが
第一次言語、母語や方言を規格化された初期言語へと翻訳する試みであったとも言えます。中国、内モンゴルの子どもや台湾の子どもが中国語で書く場合や、山形県山本村や在日朝鮮人の子どもが日本語で書く場合、その過程には密かな翻訳が介在したと考えられます。もちろん、この、分裂の度合いというのは、状況によって異なるというふうに思います。第一次言語の世界と初期言語の世界の分断が制度化されたときに、植民地的な二重文化状況というものが深刻化します。生活綴り方とは、この絶えざる翻訳行為を通じて、この分断を克服しようとする試行錯誤であったのではないかと見ることもできると思います。世界の子どもというプロジェクトは、世界各地の子どもが固有名詞で互いの実在を感じ、共感することを可能にしたばかりではなく、翻訳の過程でたくさんの対立や失敗を生み出したからこそ、重要な試みだったと言えるのではないかと思います。差し当たり以上です。どうもありがとうございました。